寒いな。そんな日は、あたたたたた、ああ、こぼしちゃ嫌だ。男の子の今飯じゃ暑い。本日は、雑炊です。先日、鍋をした残りの雑炊なんですけども、この辺に餅とかも入ってます。具は大根と揚げとネギだけです。というわけでいただきます。食べよう。うまい。うまいね。うん、昼に雑炊なんやけど、餅とか入ったらありやな。このボリューミーになったらね。最近夜に、こんなに炭水化物食べないから、あ、でも餅食べたな、この間な。もうね、雑炊とかやっぱね、翌日になっちゃいますね。やるとしても、うどんとか入れたりとか。あと卵入ってますね、一応ね。あったまるよね。あったまる。お米は多分ね、1合ちょっとぐらいしか入ってないと思うけどね。本当はなんか、もっといろいろね、それこそ大根のがあったら、大根の葉っぱとかね、入れたかったけど、ない。ないからしゃあない。揚げが嫌にしよるわ。味付け何にしたかな。酒、白だし、めんつゆ、塩かな。あといりこだし、やったような気がする。まあいつも大体なんで、ね、ダメな味付けなんて。ね、基本的に私ね、あの鍋の素っていうの買うんですよ。前あの札幌一番塩ラーメン鍋は買ったけど、とかね、チキン鍋の素、なんとか鍋の素みたいなね、絶対買わないですね。絶対っていうとかね、ほぼ買わないですね。でもね、自分好みにしたいから。もち米やな、まさしくもちと米、もち米。暴力的に安いわ。もちはでもね、これぐらい溶けたやつが好き。まあ、液体との境目がわからんぐらいの。暑いね。暑いわ、これ絶対暑いわ。餅好きやな。餅うまい。まだ実家からもらってこう。焼いたりする餅とか揚げたりする餅も美味しいけど、やっぱこういうのに入れる餅がね、結構好きなんですよね。ドロッとしたやつだ。わあ、揚げうまいな。大正解な、家出て。うまっ。これ、あったまるわ。うまいな。あのダイエットとかにもいいみたいからね、ご飯が膨れるから。普通に全部入れとってあんまり意味ないかもしれんけど。最近だけ4米食うてるな、昼間。昨日は 2.5 合近くのトマトカレー食ったし、
この前なんか甘酢あんかけとかなんかご飯のお供とかね、ご飯のお供はちょっと足りんかったような気がするね、ご飯がね、持ちなくなった、うまかったな。大体皆さん雑煮におもちゃ何個ですか？うちね、これぐらいのサイズなんですけど、私3つです。今日3つ、昨日もね、本日実はの22日なんですけど、1月22日なんですけど、1月21日まで私はね、自宅では暖房を使ってませんでした。さすがに昨日からやばいと思うね、ストーブ出しましたけど、その間私がどうやって暖房を取ってたかというと、鍋です。鍋とお風呂それで炊いてたね、鍋とお風呂で炊いてたね、あと毛布あとね、あったかいお酒、なんとかなってんかな、そこまでな。さすがやっぱり手先、指先キンキンに冷たくてね、さすがにやっぱね、そろそろ暖房器具をね、エアコンもつけないんですよ、暖房の俺、クーラーはつけるけど、クーラーでも少ないけどね、暖房は俺ほぼつけへんから、でふんで昨日灯油買ってきて、ストーブ、石油ストーブね、何がいいって、エアコンとブーって風出てる音とかね、なんかホコリが舞いそうな気がするんだけど、石油ストーブだったらファンヒーターじゃないかね、石油ファンヒーターじゃないか、普通なのも、あの灯油の普通昔からのストーブ、なんで静かなんですよ、情緒があった。そのエアコン置いといてね、いや、そこでお茶沸かしてましたけど、あれがいいんです、フライパン置いといたらね、軽いあの、前やったみたいな竹もそうやったホットプレート飯みたいな感じにできるしね、なかなかこのアギフォヤマは結構高温に敏感やから、ストーブの上に置けへんけど、古いフライパンまだ1個残してやるからね、それやったらいけるね、これね、腹にたまるけどすぐ減るんやね、お腹がきっと、もう結構満足感ある、汁まで飲んでるかな、これね、アイリス大山ってどういうのやな、アイリス大山っていう人の名前なのかな、
名牛山とかさ、ジャニー北川とかさ、そんな感じなのかな。愛に諏訪山わかりませんけど、というわけで食べました。というわけでごちそうさまでした。お手元境界でした。あったまったらね、がっつり感あんまないけどね、でもお腹いっぱいだ。うまかった。そうでかな。